お疲れ様です。今日の竜創造合体は、まさとしまえた竜創造合体シリーズ記念すべき第100回特別企画、騎士竜を100にチャレンジ。いつも竜創造合体を見てくれてどうもありがとう。皆さんがいっぱいアイデアを送ってくれたおかげで、今回記念すべき100回目を迎えることができました。本当に100回なの？多分。前田のことだから数え間違いはあると思うけど、多分100回以上やってるっぽいよ。そうそう、新しい騎士竜が発売された日に合体シーンを竜創造合体してみたりとかしてるから、ああいうのを数えてなかったりもしてるんだよね、前田。だから一応数えてて、数字上は今回で100回目だ。100回記念、ビリッと決めるぜ。わ、ワイも入れてな。なだ、その格好の時は関西弁じゃなくて標準語だろ。わ、俺も入れろ。ということで、今回100回目企画として、騎士竜王100に挑戦だ。これは、たくさんある騎士竜のパーツを100個使い、今日だけのオリジナル竜創造合体をする企画だ。途中で合体できなくなるかすごく心配。なので、ちょっとだけルールを追加したぞ。前田が勝手に決めたルール1。こういうボディーパーツは1つ。前田の家にはティラミーゴが3体。騎士竜人が2体いるので、この辺のパーツがいっぱい出ちゃうと、多分途中で合体できなくなっちゃうので、今回はこのパーツは1個だけ。前田が勝手に決めたルール2。竜ソウルも使うのは1個だけ。100個目のパーツとして竜ソウルを1つチョイスいたします。前田が勝手に決めたルールその3。パーツは前田が軍手をした手で見えないところから引きます。素手で触るとなんとなく感触で分かってしまうので前田もつまらない。なので軍手をした手で全てのパーツが入る大きなものに入れてそこから引きます。くじ引きみたいだね。ということで、竜創造合体、行くぜ。なんでお前が仕切ってるんだよ。みんなで、こっち見ないでよ。あんたはまだ敵か味方かわからないでしょ。必殺、メンズアタック。うわぁ、ドミノ。へへ、どんなもんだい。アスナの後ろでよかった。100回記念なのに、アスナは相変わらず無茶苦茶だな。ということで、改めて、騎士竜王100に竜創造合体だ。はい、こちらが、前田の家にある騎士竜を全部パーツに分割して置いた状態です。山盛りです。先ほどお話したように、この4つの胴体パーツは除外です。あくまで使うのは、この騎士竜王のボディ一つ。なので、この中から98個パーツを選びます。残りの2個は、このボディと、竜ソウルをどれか一つ。合計100パーツの竜創造合体が完成ティラ。ということで、この山盛りパーツを、はい、この中身が見えないお太一さんの袋に入れていきます。はい、どんどん入れていきますよ。前田ってバカなの？こんなにいっぱい買って。え、いや、そんなことは。ねえ、前田ってやっぱりバカなんじゃないの？いや、アスナ、バカとなんとかは紙一重みたいなことを言うじゃん。取り忘れ。これは分割。ねえ、前田やばくない？まあここまで来ると。はい、すべて袋の中に入れました。バカだ。だよね、だよね。おい、悪口は言うな。はい、そしてこれを、お、すげえ重い。持ち上げて、はい
はい、こんな感じになりました。ちょっとこの中に何個パーツが入ってるか数えてなかったので、終わったら数えてみましょう。ということで、ここから私、前田が軍手をはめて、1個ずつパーツを出していきます。98個。その98個と、リュウソール1つ、ティラミーゴのボディーパーツ1つ、合計100パーツの支流を100を完成させます。はい、てなわけで軍手をはめました。しかしどうやって撮影しよう。なんとか引いてるところ、パーツを出すところをやりたいんですけど、どうやって撮りましょうね。ちょっと引ける中身が見えないように引くには、よいしょ。こうやって、よいしょよいしょよいしょ。あ、こんな感じでいいですかね。はい、じゃあ。いきますよ。記念すべき一つ目。はい。あ、タイガランスの尻尾パーツ。はい、こんな感じでですね、引いていきます。2。タイガランスの、これはどっちだ？後ろ足かな？はい、3個目。よ。はい、これはコブラーゴの尻尾ですね。はい、4個目。4。パキガルーのバーニアパーツですね。5個目。何個目か忘れるな。あ、はい、リベボルケーノの背びれ。今これで、1、2、3、4、5個引きましたね。はい。はい、次は、嫌な予感。あー、出たー！モサレックスの、これはどっちかな？はい、ゲタパーツの片方ですね。7。あ、はい、あー、モサレックスの頭部。8。お、これは、シャインラプターの、ボディと尻尾ですね。9。お、ディノミーゴの尻尾。10。あ、コブラーゴ A のボディーパーツですね。11。お、はい、これは、シャインラプターの、左足かな ?1,2,3。これかな、ほんと何個か分かんなくなるんだ。ちょっと置いとかないといけない。5,6,7,8,9,10,11 ですね。はい、12個目。はい。あー、ディメボルケーノの、左、部分かな、ボディの左部分。12? あ、10か、毎回分かんなくなる。1,2,3,4,5,6,7。13個目ですね。13、13。あ、またこれだ。ディノミーゴの尻尾。13、14個目。はい。と、アンキローゼの尻尾ですね。15。よいしょ。あ、また出ました。タイガランスの尻尾。16。はい。あ、ミルニードの尻尾。17。よいしょ。これは、モサレックスの、肩ですね。18。はい。ミルニードルのボディーパーツですね。19。はい。お、キャノンパーツ。20。ディメボルケーノの、さっきと反対かなの、ボディですね。はい、テーブルに乗らなくなってきたので、はい、今引きました。20個ですね。ちょっと、箱に入れました。21個目。はい。あー、ミルニードルのボディーパーツ。21、22。あ、トリケーン初登場ですね。23。あはは、出た！これは厄介なやつですよ。はい、さっきと反対だとありがたいんですけどね。ネプチューンですね。で、24。はい。あ、ティラミーゴの尻尾。25。はい。あ、トリケーンの後ろ。26。あ、シャインラプター。あー、さっきと一緒かな ?1,2,3,4,5,6,6。27。はい。あ、シャドウラプターの、これですね。28。あ、また出た。はい。シャインラプター。29。あー、ディメボルケーノのヒレ、2個目。30。
はい。あー、またこれか。ミルニードルのボディ。今出た10個は、カゴに入れましょう。次が31個目ですね。はい、行きましょう。はい、31個目はこちら。はい。ネプチューンの尻尾。32。ああ、またこれか。ミルニードル。33。よいしょ。あ、はい。33、タイガランスのこれ。34。はい。ミルニードルの尻尾ですね。これ、やっぱりこの引き方上ですね。いや、何個だっけ。しまった、カゴに入れちゃったら、わかんないぞ。次が35個目ですね。今ちょっと撮ったビデオを見返しました。35個目。そう、これ小さい頭部パーツは、引きづらいですね。そういうことは。こう、なんですかね。ガッと掴んで僕引いてるんですけど、35個目。はい、ドリルパーツ。そう、やっぱり大きいのを掴んじゃうじゃないですか。で、こう、探るのもちょっとおかしいんで、顔は引かないかもしれないですね、このままだと。36個目。はい。あ、また出た。はい、尻尾ですね。36、37。はい。あ、これ。38。お、アンキローゼ。39。あ、ネプチューンの方ですね。40。よいしょ。あ、アンキローゼの後ろ。今40かな。やっぱカゴに直で入れちゃうと何個引いたか分かんなくなるから、いかんですね。外に置かないと。41。あ、なんかでかいぞ。あ、これか。タイガランスのボディ。41。42。はい。あ、アンキローゼ。43。あ、トリケーン。44。あ、初登場。ディメボル系の顔ですね。44?45。はい。あ、ディノミーゴの顔来ましたね。46。はい。あ、これは、ディメボル系の尻尾ですね。47。はい。あ、ディメボルケーノのボディ。48。タイガランス。49。アンキローゼ。50。これでやっと半分ですか?はい。あ、パキガルーの、これは下半身というか後ろパーツか。はい。これで50個。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。10個引きましたね。50個引いたので、カゴに入れて、やっぱり顔が引けないですね。ミルニードルとかタイガランスとかの。はい。51ですかね。はい。シャインラプター。51。52。あ、パキガルーバーニア。53。はい。あ、これさっきも出たぞ。ミルニードルじゃなくてディメボル系の。54。よいしょと。お、ピラミーゴの顔。55。はい。あ、コブラーゴ、尻尾。56。タイガランスの、ランス。57。タイガランスの、はい。これは後ろ足かな。58。よっ。あ、またこれか。これめっちゃ引くな。59。はい。タイガランスの尻尾。60。よいしょ。ドリル。はい。10個引きましたね。今60個ですね。いや、これできるのかな?合体。次が、61個目は、ほい!ディノミーゴ。62。はい。あ、アンモナックルズ初ですね。63。ああ、綺麗。64。はい。あ、これはパキガル後ろ。65。よっ。ディメボル。66。はい。あ、
はい、ネプチューンの肩。67。よ。ピラミーゴ、尻尾。68。ミルニードル。69。あ、パキガルーの顔ですね。で、70。よいしょ。ドリル。じゃあ、カゴに入れて、70個今引きましたよ。もう、カゴも山盛りになってきました。はい、71。はい。お、シャドウラプターですね。やっと、この辺が出てきたな、顔が。71、72。はい。トリケーン。73。お、パキガルーの前ですね。74。あ、トリケーン後ろ。75。はい。あ、トリケーン。76。あ、なんかでかい。嫌な予感。あー、出たー。これは引きたくないやつ。77。はい。あ、タイガランス顔出ましたね。77。78。タイガランスの、これは上半身かな。で、79。はい。尻尾。80。はい。おっと。ティラミーゴ。ということで、今引いたのを入れると。80個か。よし。はい、どんどん行きましょう。81。はい。あ、これは初めてかな。ミルニードルのトゲトゲですね。82。あ、トゲトゲ。お、ミルニードルゾーンか。83。はい。あ、シャインラプター。84。はい。リメボル。85。やべ。いやー、引いてしまった。これ全部引いたのかな？じゃあ、でかいからやっぱり手に取りやすいですね。85。86。はい。お、コブラーゴ、B 来ましたね。87。はい。あー、これ。これ、こういうのいいですよね。合体しやすいから。88。はい。あ、これも初登場かな。マスクパーツですね。これちょっと難しいかな。89。いいよ。あー、ディメボル。90。はい。あー、これもう一個来たかな。で、90引いたので、はい。カゴに入れて、あと、ここから8個ですね。行きましょう。はい、91個目。これだ！はい。ティラミーゴ。92。あ、これ、はい。93。あ、シャインラプター。これよく出る気がする。シャドウは出てないですもんね。80じゃない、94。94。はい。あ、はい、キャノン。95。はい、よいしょー。あー、はい、リノミーゴ。96。よいしょー。あー、これ、はい。よく出るな。97。よいしょー。はい。シャイン。で、これで最後かな。98。はい。あ、ごめんなさい、これ、くっついちゃってた。これ、ちょっともう一回。最終ですね。はい、ガラガラガラって。はい、ラスト行きましょう。はい、ラスト行きますよ。98は、はい。はははい、これか。はい、ディメボル系のでした。98引きましたね。1,2,3,4,5,8。はい、はい。はい、これをカゴに入れて、いや、引き終わりましたね。98個。はい。いや、98個引いたのにまだこんなに残ってますよ。めちゃくちゃいっぱい残ってる。で、今引いた98個がこちらでございます。はい、これにですね、ティラミーゴのボディが、加わり、これで99。そして、リューソールを、はい、この中から引きたいと思いますね。これ、どうしようかな。一応1個選んで100パーツになるんですけど、後から、
いろんな顔に変えてみた方が楽しいですよね、せっかくなら。まあ、じゃあ、とりあえず、一発目、どの顔にするかを決めますね。ちょっとこれ見えちゃってるんで、もう前田くん目をつぶっていきますね。はい。はい、どれにしますか？どうしよっかな。はい、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 はい。はい、いきますよ。せーの、はい！あ、これはピンク。アンキローゼのソウルに決定しました。とりあえず一発目これでいきます。はい、てなわけでですね、これで100パーツが出揃いましたので、これをですね、すべて合体できるかやっていきたいと思います。ででん。完成！キシリュウオ100だー！はい、制作過程の動画はですね、この後に、つけてますので、よかったら見てください。非常に時間がかかりましたので、もう先に合体した姿をお見せするということになりまして、はい。こんな感じになっております。前から見ると、一見ですね、まとまってるように見えるんですが、はい。バックパックということで、ネプチューンのボディをベースにですね、このように、ちょっと、卑怯な手を使わせていただいたんですが、接続はしてます。このようにですね、ティラミーゴの尻尾の後ろにタイガランスのボディーパーツがついてて、そこからですね、この L 字型にネプチューンの腕が配置されてて、はい、このようにですね、アンキローゼのハンマーと、ネプチューンのボディが繋がっているようにしました。で、余剰パーツはすべて後ろに回すことで、この前から見た時のですね、姿がですね、はい、なんとかかっこいいかなと、いう状況で維持できましたね。あと重さもあって結構ないろんなパーツをですね、つけたり外したりして試行錯誤したんですが、はい、できましたね。これで100個のパーツが合体しております。すごいですね。ちょっと自分で勝手にやり出して、ルールを決めてやったんですけど、まあ苦労しましたね。バックパックがちょっとくっついてる都合上ですね、ぐるぐる回せないので、このままちょっと、ポイントを抑えますかね。はい、まずはですね、頭部は最初に決めたピンク竜ソウルがくっついてます。で、胸元はギガントキシリウオの胸飾りにしましたね。まあ、このパーツがですね、非常に使いづらい、これですね、剣になるやつ。使いづらいパーツの1個なので、1個ここで使ってみましたね。で、肩は、トリケーンの尻尾とアンキローゼの尻尾がくっついてますね。反対側も一緒です。で、フロント部分にはティラミーゴの顔とディノミーゴの顔がついてて、で、アンキローゼのハンマーの片方にはミルニードルの尻尾が、まあ、砲台としてついてます。で、上にですね、はい、このようにディノミーゴとティラミーゴの顔がついてると。で、リュウソウルの後ろに、これ時々やるんですけど、ミルニードルのボディを連結させて、はい、そして尻尾を前向きにしましたね。で、最後にちょっと微調整でこれを上につけましたね。キング手裏剣人のあの、手裏剣の発想で最後にここにつけてしまいました。はい、一応この顔周りはこんな感じでして、で、降りていって腕ですね。腕は横にまず、タイガランスの上半身パーツがついてるんですね。で、そこにトリケーンの尻尾、上に、シャインラプターの武器ですね。で、トリケーンが、このように、顔の方ですね、ついてて、で、ディメボルケーノの背びれに、さらにその横に、ディノミーゴの尻尾がついてると。で、艦隊側も、ほぼ一緒なんですけど、トリケーンじゃないや、タイガランスの、ボディーパーツに、ミルニードルの尻尾と、で、トリケーンのカッターですね。で、こっちはディメボルケーノのヒレの横はティラミーゴの尻尾と。で、最後にちょっと微調整したシャドウラプターの顔がついてると。で、これ腕周りなんですけど、この辺のごちゃごちゃしたのもですね、腕の辺に配置されてるように見えるんですが、実は足の横から出てるんですね。で、ここが重くて最後取れちゃったので、配置をちょっと急遽変更したんですけど、はい。ネプチューンの肩の、L 字ですね。これに、ミルニードルのボディーパーツが、このようにくっついてます。で、正面に、ディメボルケーノの顔で、ここのジョイントに、コブラーゴですね。そして、
コブラーゴの背中のジョイントにミルニードルのこのトゲトゲのパーツが1個ついてると。反対側もほぼ同様で、はい。L 字型の先が、ミルニードルのボディ、リメボルケーノの顔、コブラーゴの A ですね、こっちは。で、こっち側にはミルニードルの、背中のトゲパーツをつけました。そして膝はですね、アンキローゼとトリケーンの前をくっつけて、そしてあの底部のジョイントですね、アンキローゼとトリケーンの底部のジョイントに、パキガルーの上半身をこのようにつけましたね。あ、でちょっとその前に言うの忘れましたね。膝にはあのディメボルケーノのこのパーツがくっついてるんですよ。そこにトリケーンとアンキローゼですね。で、このパーツの下部分のジョイント、横か。この横部分にパキガルーの、下半身ですね。こっちもくっついてて。で、今日知ったんですけど、パキガルー武器持てるんですね。持ち手があったので、そこに、はい、このファイブナイツの時の武器ですね。タイガースの顔も一個出ましたので、これをくっつけたものと、ネプチューンの尻尾ですね。これも武器になるんですけど、これを持たせることで、はい、結構スマートな処理が。できましたね。はい、前から見るとこんな感じですね。どうですか、ピンクリューソール、いいですね今回。続いて背中ですね。先ほどもちょっと触れたんですけど、ティラミーゴの尻尾があって、その後ろにですね、タイガランスの胴体パーツがついてる。これは後ろ足かな。はい。で、いつもやるですね、ディメボル系のウィングですね、左右対象につけてますね。で、稲妻マークが後ろになるように。今回は、ここのジョイント使わなかったので、雷マーク前にしてもよかったですね。で、タイガランスのここから伸びてるネプチューンのこの肩、で、かさ増しのためのタイガランスのパーツと、キャノンパーツですね。で、アンキローゼの尻尾パーツがあって、それに、はい、ネプチューンが、ガツンとくっついてるという感じですね。で、ここのキャノンパーツはですね、ちょうどここにはめれたし、かつですね、ここの部分と接触してくれることでですね、安定して、ここの部分を支えてくれております。そんな役目を果たしてくれてますね。で、モサレックスの、丸々乗ってるんでこんな感じになってて、足の横のジョイントにはタイガランスのボディーパーツをつけて、それを中心として、もう余剰配置ましたね。なかなかつけづらかったですね。このシャインラプターの手裏剣に、最後まで余ったドリル、で、タイガランスの尻尾がこっちに2つ。ちょっと撮影するために、バックパックを外しました。反対側は、はい、こうなってて、ネプチューンの足にタイガランスのボディーパーツがついてて、さっきと一緒ですね。それを中心に、シャインラプターのこの手裏剣パーツで、シャインラプターやたら出ましたね。で、ドリルと、で、一個引いちゃったこのマスクパーツですね。顔にしてもよかったんですけど、まあ、ピンクリューソールが見にくくなっちゃうんで、今回はやめまして、これにしました。で、尻尾が、ここに配置されてると。タイガランスの尻尾も4つ引いちゃってますからね。はい。バックパックはこんな感じになってますね。あ、ごめんなさい。ここか。リメボルケーノのボディーパーツが、ネプチューンのこの下のジョイントにくっついてて、そこにこれがくっついてるんですね。すいません。ちょっとじゃあ戻しますね。はい。バックパックを元に戻します。はい。横から見るとこんな感じになっておりますね。まあ、ちょっとやっぱバックパックの逃げ方はちょっと卑怯でしたね。ただネプチューンのあのボディと足パーツがですね、なかなかやっぱりつくとこがなかったですね。モサレックスの顔だけだったらなんとかなるんですけど、まさかこのゲタパーツを綺麗に全部引いてしまうとは、まあ、でかいんで掴みやすいっていうことはありましたよね。はい。とにかく完成いたしました。最初はですね、この後ろにモサレックスの顔が見えてるように配置してたので、このでかい子たちの顔がですね、5つ顔周りに集結してたんですけど、まあ、さっきみたいなバックパック作戦に変更したおかげでですね、はい、こういう形に最後なりましたね。角をまあ前に向けるのは悪くないですね。ギガント恐竜人みたいに尻尾を被るっていう風に見せかけるんだったら、ジョイントの刺す場所変えて、縦向きに配置ってこともできなくはなさそうですね。
じゃあですね、竜ソウルをちょっと取り替えてみましょうかね。ちょっと正面から撮影するためにですね、バックパックを外しますね。はい、バックパックだけ見るとこんな感じですね。まあ、せっかくなんでちょっとぐるっと見ますか。いやー、このバックパック作戦に至らなかったら完成できなかったかもしれないですね。もうネプチューンをバックパックにするという、はい、やり方でちょっと逃げてしまったんですが、はい、一応こんな感じになってますね。あ、さっき言わなかったか。このバーニア、バックパックっぽく見せるために、背中のジョイントにアンキローゼのハンマーをつけて、それをベースにですね、サイドに、パキガルーのバーニアパーツをつけて、で、まあ、ここは完全に旅情パーツですね。ただくっついてるだけですね。まあ、どこでもよかったんですが、はい、こういう風になっております。どうでしょうか。これをベースにちょっといじくれば、なんかかっこいいネプチューンができそうですよね。はい、バックパックを取りましたので、後ろに、下げれましたので、結構こう、引いて取れますね。はい。一応全体的にはこんな感じです。前から見ると、バックパックがないっていう、まあ、状態ですね。はい。で、この状況で顔を変えてみましょう。よっ。あ、ちょっとやっぱ難しいな。この、部分外して、で、顔を入れ替えましょう。まずは、じゃレッドリューソウルから行きましょうか。レッドリューソウルをセットして、で、尻尾パーツを戻してあげて、はい、どうでしょうか。レッドリューソウルに入れ替えました。やっぱりしっくりきますね、レッドリューソウルは。引いていきます。はい、こんな感じですね。いや、かっこいいっすよ。かっこいいかっこいい。うん、苦労しましたけど、いいと思いますよ。最後に横につけた尻尾は、ちょっとこれはどうかなっていうところもあるかもですね。なくてもよかったかもですけど、でもやっぱ横にでかいと、うん、いい。いいっすよ。はい、こんな感じですね。レッドリューソウル、どうでしょうか。安定感がありますよね、レッドリューソウルは。まあ、ティラミーゴじゃないや、騎士竜王といえばまあ、レッドリューソウルなので、全然 OK ですね。はい、じゃあ次は、こないだ久しぶりに出ましたよね。騎士竜王トリケーン。トリケーン、よいしょと。はい、ブルーリューソウルをセットして、で、これを戻しますと、よはい。という感じで、ブルーリューソウルも、うん、悪くないですよね。こんな感じです。はい、今回はですね、企画の性質上ですね、この騎士竜が何匹とかいう合体じゃなくて、パーツの数でやってましたので、まあ、ところどころにトリケーンの色が見えますし、うん、やっぱ赤と青は合いますからね、全然おかしくないと思いますが、どうでしょうかね。はい。ブルーリューソウルは、こんな感じです。じゃあ、ピンクはやったので、今度はグリーンか。グリーンリューソウル。これ取って、よいしょ。外して、で、グリーンリューソウルをセットして、今回はいいですね。リューソウルの付け替え遊びができるリューソウ像があったりですからね。ものによっては、干渉してダメみたいな時ありましたから、ティラミーゴを背中に乗せるやつですか。あれはダメでしたからね。はい、グリーンリューソウルセット状態です。こんな感じです。本編でこの顔で登場した回って結構少ないですよね。騎士竜王タイガランスの出番があんまりなかったかな。あ、でも2回は出てきたのか。はい、こんな感じでございますが、いかがでしょうか。うん。悪くないですよね。こんな感じです。はい、じゃあ次はブラック竜ソウルか。ブラック竜ソウルをつけましょう。はい、これ取って、外して、ブラック、ブラック、はい、あった。ブラックリューソウルをセットして、で、戻しましょう。はい。はい、できました。どうですか？ブラックリューソウルが合体するとこんな感じになります。うん。今回ちょっと黒成分が少ない。カラフルに見えるんで、ちょっとブラックリューソウル、僕はないかなっていう感じですけど、どうですかね。こんな感じです。騎士竜王ミルニードル
って1回しか出てないですけど、本編で今のところ。2回出たっけな、ちょっと覚えてないですけど。一発目最初に、初登場の時に1回出ただけかな。はい。ということで、ブラックリューソールはこんな感じですね。じゃあ次は、よいしょ。取って、メラメラか。メラメラソールをつけましょう。はい。メラメラソール。これはいいでしょう。合うと思いますよ。はい。合体して、はい。よいしょ。はい、どうですか？はい、メラメラソールでございます。どうでしょうか？うん。全然合いますね。オレンジは相性がいいですね、今回。はい、引くとこんな感じですね。いや、苦労した甲斐がありましたね。うん、なかなかかっこよくまとまったのかな。まあ、バックパックに逃げたっていうのが大きいかもですけどね。はい。オレンジ流ソール、オレンジじゃない。メラメラソールは、こんな感じでございます。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、次は、誰ですか？あ、ネプチューンか。ゴールド流ソールを、セット。はい、しまして、で、戻します。はい。よいしょ。はい、どうでしょうか。ゴールド流ソールでございます。これもいいですね。合ってると思いますよ。うん。はい。こんな感じです。あの、騎士流ネプチューンで思い出したんですけど、あの、騎士流ネプチューンシャインラプターとかって出てきてないですよね。もう出ないのかな。もう流れ的にコスモラプターの登場回数かなり減ってますからね。ないかもしれないですね。あとあの、騎士流を、シャドウラプターも出てないですよね。はい。ということで、これはこんな感じ。ゴールド流装でした。次は、まあ、じゃあ騎士流陣でいきますか。ビュービューソウル。こないだ外装具が、あ、まあ、ナダですね。ナダが、最後にビュービューソウルを使ってですね、外装山を放って、あの、逃走しましたよね。はい、ビュービューソウルはこんな感じでーす。はい。お、これ一気にちょっと悪役ロボっぽくなりましたね。どうですか？引いてみます。いいと思いますよ。まあ、ディノミーゴのパーツも、まあ、顔と尻尾しかないんで、あ、まあ、コブラーゴも一応数えれば騎士竜人のパーツですけどね。割と、少ないパーツながら、ビュービューソウルは合ってますね。はい。いいと思います。こんな感じですね。はい。じゃあ、お次はですね、何だったかな？ビュービューソウル取って、今、順番で言うと、あ、これか。シャインラプター？シャインラプターじゃない。輝きソウル。はい。輝きソウルをつけて、よいしょ。合体と。そう、流創造合体のアイデアいっぱいいただいててありがたいんですけど、コスモラプターとかが出てきた辺の話に全然まだ追いついてないんですよね。全然出てこないですね。コスモラプター絡みの流創造合体が申し訳ないです。はい。こんな感じです。シャインラプターの、あ、シャインラプターじゃない、輝きソウルか。はい。もうこれはなんか顔だけ違う感じですけど、合ってるんじゃないですか？なんかこう、神々しい顔ですよね。輝きソウルって。寄ると？はい。しまった。他の顔でも寄ればよかったな。こんな感じですね。うん。いいと思いますよ。はい。かっこいいんじゃないですかね。はい。じゃあ次ですね。取って、よ。これ簡単に外せるから、ありがたいな。輝き取って、じゃあ次はこれですね。暗闇と。はい。暗闇ソウルで、このパーツを戻せば、はい。どうですかね。こんな感じですね。暗闇ソウルも、ブラック流ソウルが僕はあんまって思ったんですけど、目の紫色のおかげで割とまとまってる気が、しますが、どうですかね。はい。
そんな感じでございます。うん、撮影するときやっぱりバックパックない方がいいですね。バックパックは撮影向きではないということですね。はい、取って、輝きじゃない暗闇も取って、次はコスモソウル。これはいいんじゃないかな。紫成分多いし、うん。はい、どうですか？寄ります。ビュンと。はい。はい、コスモソウル。おー。いいよね。なかなかいいと思いますよ。はい、引きますね。こんな感じで。どうですか？悪くない。しかし、ここまでごちゃごちゃくっつけると顔がちっちゃく見えますね。なかなか奥まった感じに見えますが。はい、コスモラプターの、あ、コスモソウルか。こんな感じですね。はい、次ですね。よいしょ。次は、ドシンソウル。パキガルーの竜装ですね。これはどうなんすか？あ、でもパキガルーのパーツ割と目立つとこについてるからいけるかな。はい、どうでしょうか。アップにするとこうですね。うん。この竜ソウルは最近よく出ますからね。3週連続騎士竜をパキガルーでフィニッシュしましたし。はい、引くとこんな感じです。いいよ。かっこいいよ。はい、この子たちが前を向いてますのでね。しかし持ち手になるっていうのは本当に気づかなかったですね、今まで。よかったよかった。だからアンモナックルズに近い役割が、あのパキガルーのパーツでできるっていうことですよね。それを知れただけでも今回収穫でしたね。武器を持たせれますからね。はい、じゃあこれ取って、外して、で、あとは、ここからちょっとおまけ要素かな。まずは、ビリビリソウル。はい。ああ、相変わらず、光沢の良さでよくわからない感じになりますね。あ、これつけてない。これつけて、はい。ビリビリソウルにしました。うん、まあこれは、うん、かっこよくはない。ですね。顔がマッキッキーなんで。こんな感じになります。はい。ということです。じゃあ次。次はですね。まあ、あの、よくある、竜ソウル。よくある、うん、この、竜ソウ系ですね。これ、笛ソウル。結局、01しか僕は、01?01? 01? あの、竜ソウルシリーズの01しか。デラックス版は買わなかったですね。はい、笛ソウルで、こんな感じですね。はい、どうでしょうか。はい、汎用性ロボっていう感じですね。汎用ロボ。うん。プロトタイプ的な見た目ですかね。はい、こんな感じですね。いや、顔を入れ替えて遊べるのは今年のおもちゃのいいところですよね、本当に。で、あとは、じゃあ、これか。これはちょっとまあ、はい。始まりの竜ソウルですね。もうなんか懐かしいですね。始まりの竜ソウルとか。最初にキャンペーンでもらった時はまだ騎士竜とか出てなくて、竜ソウルだけあったんですよね。はい。こんな感じでーす。うん。ディメボルケーノのクリアパーツの色とやっぱ微妙に違うんですね。改めて見ると。そんなことにも気づかされますね。どうでしょうかね。造形はレッド竜ソウルなんですけど、まあ一色で、クリアパーツなので、はい。やっぱおかしいですね、ちょっと。はい、ということですね。あとは、二つ。どれかというと、まずはこの間出たですね、外装剣の、はい、外装部の竜装ですね。外装でしたっけ？外装。はい。着きました。どうでしょうかね。まあ、これもちょっとビュービューソウルじゃない、笛ソウルか。笛ソウルみたいに見えちゃいますよね。色がもうちょっと欲しかったとこですね。笛ソウルはどこ行った？笛ソウル、笛ソウル。ありました。はい。
そこんな感じなんですよ。ちょっとやっぱり似てるっちゃ似てるしっていう風なんで、はい、ガイソールね、もうちょっと色分けが顔にあればさらに良かったですが、まあまあこんな感じになりますね。で最後がよいしょ、ガイソール取って最後がですねこれです。はい、恐竜ジャーソールですね。これをやるともう騎士竜戦隊のロボじゃなくなっちゃうんですけど、まあまあ仕方ないです。はい、恐竜ジャーソールをはめるとこんな感じですね。おお、なんか騎士竜王じゃないけどいいですよねやっぱり。はい、噛みつき合体ワンハンドレッド的な感じになりますね。どうでしょうか。恐竜人の顔なんですが、はい、合いますね。でもやっぱレッドリューソールの方がかっこいいかな今回は。でちょっと今やってみたかったのがギガント恐竜人、あの恐竜ジャーの最終合体なんですけど、そいつは尻尾をかぶるんですよ。それできるかなっていう。これを付け替えまして、これちょっとつけてみましょうね。こうするとはい、うん、ちょっとやっぱ角は離れちゃってるな。合体はできないですが、もうこれこそもう妄想の世界で、こうなると乗る？ガチッとはまるかな、はまらないかな。二つずらしても、あ、一個ずらしてもはまらないのか。ちょっとこれ厳しいな。で、ちょっと合体してなくてごめんなさいね。乗せてるだけですけど。はい、こういう風にすると、ギガント恐竜人的な見た目になりますね。どうですか？はい、こんな風にも遊ぶことができますね。おー、もう、頭から横から尻尾が飛び出してますね。すげえ。うん、いいですね。なんだかんだでレッドリューソールですね。かっこいいのは。ブルーかレッドかかな、僕が好きなのは。なのでちょっとこれ、レッドにしましょうかね。まあ、ピンクのリューソールには申し訳ないですけど、まあ、でも、強運ですね、ピンクリューソールは。今回の企画のメインリューソールに当たりましたからね。これこっちでしたっけ？向きが逆だったか、ちょっと忘れました。あ、金が前だからいいのかな。はい。戻りました。ということで、全部のリューソールを見てみましたが、いかがだったでしょうかね。はい、おまけのおまけでございます。残ったパーツ、使わなかったパーツが何個あったのかなって気になったので、ちょっと数えてみますね。はい、1、2、5、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あ、パキガル1個引きたかった。12。はい、今回使わなかったパーツは75個でしたね。それにあとはティラミーゴとディノミーゴのボディーパーツが2つずつということなので、まあそれは除外しましょう。パーツ的には75個でした。ということで100回記念の竜創造合体いかがでしたでしょうか。今回は時間がかなりかかりましたが、かっこいいのができたんじゃないかなと思います。これからもおいバンバー、100回記念なのに勘弁してくれよ。今回もミルニードルの顔が使われなかった。なぜだ、運が悪すぎるだろう。俺はミルニードルは前田に惹かれなかったから、確かに運は悪いね。タイガランスの顔も一個惹かれてたし、うん、惹かれてもおかしくはなかった。でも惹かれなかった、運が悪い。くおー、100回記念のオチも結局バンバだったわね。竜創造合体シリーズが無事100回を迎えることができたのも、いっぱいアイデアを送ってくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まだまだ映像化できていない作品がいっぱいありますが、ちょっとずつ作っていきたいと思います。引き続き皆様からのアイデアを募集しております。
私のガイソウルを使った竜創造合体も待ってるぞ。これからも竜創造合体シリーズご期待ください。に、兄さん、もう終わるよ。こうなったら200回目指して頑張れ、マエタ。一つでも多くの作品を映像化できるようにこれからも頑張ります。てなわけで100回記念はこれにて終了。本編のバンバはかっこいいのに、ここでの俺は100回目もこうなのか。ふきー、僕は死にましん。あなたが好きだから。僕は死にましん。竜創造合体が好きだから。兄さん、それは101回目だ。またまた古いネタをすいませんでした。今のは武田鉄矢さんのやつです。終わり。ででーん。まずはこれですね。はい。はい、一番簡単な合体でございます。これで、2個くっつけましたね。はい、これが98個のパーツであります。いやー、個人的にはですね、ミルニードルの顔とか、あとはチビガルーを弾きたかったですね。弾けなかったですけどね。で、これをちょっとどうやってくっつけるか考えながらいきますね。まあ、やっぱりまずこれでしょうね。下駄をこれにしないと、後から困りそうですもんね。で、下駄をこれにして、で、前やったこれか。この辺をですね、ちょっとここに合体させて、ちょっと背を高くするような感じですよね。この、社員か。社員を、はい、ここにつけて、ひとまず、足の裏にくっつけましょうかね、ガッチャンと。まあ、後から修正も可能なので。はい。これがすべての、まあ、ベースになりますね。まだ6個ですよ、これで。6パーツ。もうちょっと下半身で、ちょっと合体を粘らないとですね、どんどん、上半身にくっつけることになっちゃうんですけど、どうしよっかな。後からちょっと使い勝手の悪そうなやつを処理していきたいとこですけどね。どうしようって言って思いつかないな。まあ、いっか。次行きましょう。はい、このすね部分はですね、ジョイントが、あるんで、4つあるか。どうやってやろうかな。この辺いきますか。ネプチューンの、これちょうど対象に引けましたので、これを刺すことで、はい。で、ここが結構使えるんですね、このジョイントが。角度つけとくか。やたら引いたと思ったこのミルニードルのパーツ、数えたら6つも引いてましたね。で、これちゃんとセットにできるのは、ミルニードルの、あ、違う。こうか。1個、2個。なんでお前が仕切ってるんだよ。ちょうどセットにできたんだ。僕、ミルニードルは、4体いますので、3体分の、ボディをきれいに引けたんですね。こう、6個。とりあえず、こいつらをここにやっときましょうかね。はい、こうして、で、逆側も、同様ですね。こうつけて、はい。これは、ちょっと便利かもしれないので、置いておきましょうか。そう、このミルニードのパーツは、こう、左右にですね、ついてる。あと、ここに、ヘコがあるので、結構使いやすい、パーツなんですよね、実は。なので、ちょっとこれは使えそうなので、このまま置いといて、どうしよう。背中行きますか。バックパックを作っといて、まあ、余剰が回せるように準備しておきましょうかね。ティラミーゴの尻尾と、ディノミーゴの尻尾はもう2個ずつ引いちゃってるんで、まあ、やっぱティラミーゴか。はい。つけて、で、これですね。タイガランスの尻尾つけて、で、まあ、ちょっと恒例ですけど、ディメボルケーノのボディーパーツをですね、行きましょうか。ウィング作戦ですね。これと対になってるやつはこれか。はい。はい、こうですね。ディメボルのボディってまだありましたよね。ディメボルあと3つ、これありますね。5個も引いてしまったんですね。なかなか厄介ですね。あとちょっと後でネックになりそうなのがこのネプチューンの、これ片方しか引いてないですよね。ちょっとこれが使い勝手がどうかなってとこですよね。
うん、ちょっと2、3分悩みましたけど、やっぱりもう、ガシガシつけていった方がいいかもしれないですね。考えても始まらないんで。で、ここにもう行きましょう、こういうのをね。で、同じものを、あれば、左右対称に、つけていきましょうかね。はい、今回はですね、タイガランスが2体とか、そういう、あの、縛りじゃないので、うん、左右対称にはしやすいかもしれないですね。で、腕がこれ、下げると、当たるなぁ。まあ、でも、クリック、行き切っての、まあ、接触なんで、負荷はなさそうかな。はい。で、こういう今状態で、このタイガランスのパーツも結構優秀で、いろんな方向にですね、くっつけれるので、とても重宝しそうですよね。で、まあ、トリケーンが、こうか。うん。今のところ、悪くないですよね。かっこいい感じになってますよ。はい。で、肩なんですけど、まあ、とりあえず、トリケーンのこれを、二つ、やっといて、こうですね。で、逆側は、アンキローゼのハンマーが、三つもあるな。とりあえず二個つけましょうか。はい、こうしといて、うん。あ、いいですね。この辺は、スリーナイツ的な色が来ると、やっぱりこのリューソールは合いますね。モサレックスの顔をちょっとそろそろ処理しておきましょうかね。ここでいいかな、もう。こうして、はい、このようにですね。やりますか。でもそうすると足のジョイントが、ここが死んじゃうかな。ちょ、これ保留。モサレックスは後ろにします。ここに、こうつければ、前から見たときにですね、迫力が増すかな？あ、いいですね。こんな感じ。これ反対か。こうですね。はい。このようにしておきます。こうするとちょっと後ろがですね、重くなっちゃうので、早く前にパーツをつけてあげないといかんですね。ディメボルケーノのヒレパーツは3つも引いてしまいましたね。ここにつけましょうか。1個目と、2個目。はい。よいしょ。まだめっちゃあるよ。あと何個あるんだろう。どうしようかな。次どうしましょう。久々にこれいきますか。ピンクのリューソールでこれやったことなかったかもしれないですね。ギガントキシリュウオの、まあ、胸ですね。これを、あ、でもこうすると腰のパーツが死ぬ、あ、ジョイントが使えなくなっちゃうのか。まあ、とりあえず置いときますね、これで。ディメボルケーノの、あと、三つあるこれですね。これをちょっとここにつけましょうか。膝につけまして、これはこっちかな。はい。こうですよね。つくよね。あ、ついたついた。はい。こうしといてですね。こうするとジョイントがまだいけますよね。今思ったのが、ここにですね、一個ずつしか引けなかったアンモナックルズのこいつと、あとは、タイガランスの顔か、アンキローズの顔をつけようと思ったんですけど、この、あれですよね、持ち手を使おうって後からなりそうなので、アンモナックルズはやめて、ここはこいつにしましょう。アンキローズですね。あとは、トリケーンはですね、あの、ランスにつけれるんですけど、まあ、ここにちょっと一旦つけますね。ディノミーゴのお顔をここにしましょうか。ここでいいかな？これつける？つけれる？つかないかな？いけましたね。なので、ここに、ティラミーゴの顔をつけて、もう完全にこれ、あれですね。ハイパーゴセーブレートの感じになってますね。あ、でも、いいよね。うん。はい。で、タイガランスの、まあ、ここにも、このティラミーゴの顔をですね、つけましょうかね。ここに合体して、で、反対側のここには、ディノミーゴの顔を合体させて、はい、おー、ハイパーゴセーグレート感。でですね、意外と厄介なこいつですね。パキガルーのパーツってちょっと変わった形なんですよ。前も違う動画でお話したんですけど、ジョイントは、4つついてるんですけどね。なんかこういう出っ張りが、ついてるので、結構ですね、くっつける場所が制限されてるんですよね。で、これに、これをつけといて、もうこれはちょっと使い切っちゃいましょうね、パキガルーは。パキガルーの、
後ろ半分をもう使い切りましょう。上半身は、まあ、顔が、前に向けれたら、そういう風に配置をしてみたいですね。はい、このようになります。おぉ、片付いてきたら、尻尾がこんなにあったんですね、まだ。4本もあるの？まだ残り。どうしよう。4本という、まあ、数としては切りはいいんですよね。まあ、こういう感じにしますか？重いかな？あ、いけるか。横に、超でかくなっちゃいますけどね。ティラミーゴ。はい、これで2本処理して、まあ、とりあえずここにつけときましょう。これいけるの？無理か。あー、ディメボルの干渉、あー、するね。ダメだ。他にちょっと手を。はい、いつもお世話になるですね。こいつですね。これもいけないの？これいけるよね。あ、いけるね。これで噛ませとけば、はい、こいつがつきますね。こうかな。これはちょっと、あー、若干重さが怖いけど、今んとこ大丈夫かな。はい、こっちもドリルを噛ませて、で、ティラミーゴの尻尾ですね。はい、これで尻尾は終わりましたね。ここがちょっと怖いですね。いやー、なかなか、なかなか苦しいですね。これいける？これはアンモ、アンモじゃない。名前が出てこなくなっちゃいましたね。アンキローゼ、アンキローゼの尻尾に、あ、アンキローゼの尻尾まだ2個あるのか。ミルニードルの尻尾を、こうしますか。はい。はい。こうすることで、はい、2個、使い切りましたね。アンキローゼのこのジョイントに、パキガルーの一つをつけましょうかね。いける？あ、いけた。あ、ちょうど当たらずに耳が収まった。で、こっち側タイガランスだとやっぱこれ使えないので、使える膝にするためにですね、これ外して、トリケーンにしましょうか。トリケーンを、はめまして、あ、先にパキガルーはめた方がいいかな。パキガルーを、ここにセットできますか？あ、いけますね。はい。パキガルーセットして、で、トリケーンを膝に合体と。お、いいですね。腕の横がやっぱ結構な重たさですね。やっぱり危ないですけど、これ以上つけると危険なので、腕はもうこれで、合体は打ち止めですね。ちょっと作業がしにくいので、ちょっと外しますね、これ。そう、後ろ、くるんってやると、これが壁にぶつかってですね、落ちちゃうので、作業しやすいように、一旦外します。よいしょ。で、これは後からまた戻しますので、置いといて、ディメボルケーノの顔をこの辺にちょっとつけときますか。この子も結構くせ者なので、はい、反対側にも、ここですね。あ、これトリケーンの剣干渉しないようにちょっとつけないといけないですね。うまいこと、どかしながらっていう感じですね。はい。タイガランスの、ボディーパーツですね。これはここにいける？あ、いけないか。こうか。これならいける？あ、全部いけない？これならいける。あ、これならいける。はい。この向きならいける。反対側も、こうですね。よっ。はい。そして、社員のパーツはここに付けましょうかね。これだと、まあ、ジョイントが減らないので、一石二鳥かもしれないですね。で、反対側も、こっちですね。こっち側も、社員の同じパーツを付けまして、よっ。はいと。社員のこのパーツはまだまだありますので、ここにこれを付けますね。手裏剣型にしたいですね、やっぱり。こうか。はい。反対側も、もうこれ、あれかな？逆のがいいのかな？こっちの方がいいのかな？これをこうした方がいいのかな？一緒かな？はい。ゴールド部分が目立つから、やっぱり逆の方がいいですね。これ、
向きじゃない、上と下を入れ替えて、こっちの方がいいですね。はい、こうなります。すいません、ちょっと変えますね。ここと、これを取って、で、アンキローゼの尻尾をですね、右にも左にもつくようにちょっと配置を変えます。こういうことですね。こっち側につけて、で、トリケーンを下に持ってきますよね。で、アンキローゼを上にと。こうすると、使い勝手が良くなりそう。ティラミーゴの顔はここに戻して、で、ディメボル系のじゃない、ディノミーゴの顔もこっちに戻して、でですね、ちょっと腕につけてたこのティラミーゴとディノミーゴの顔をちょっと外します。持ち手を活かしたいので、こいつらがいるとですね、武器が持てないんですよ。なので、外して、で、これですね、タイガランスの、まあ、定位置ですね、顔をこの武器につけて、これは持たせますね。はい。ティラミーゴとかがなければ持つことができるので、これでいきます。これがですね、まだあと3つもあるんですよ。なので、これを1本ちょっと持たしときたかったっていうのもあって、ちょっと配置替えしますね。これを、ここに持たせれば1個使えますので、はい、持たせれましたね。はい、これで1個使えます。先ほど外したディノミーゴたちの顔はですね、ここにしましょう。社員の、あ、重い。これはダメだ。もうこっちの足も重さ限界ですね。やっぱりジョイントが一箇所でしかくっついてないんで、もう重さに限界のようです。耐えきれないですね。そう、こうなっちゃうんですよね。もうちょっとやっぱ下駄で粘ればよかったかな。てなわけで上にお引っ越しですね。これいけるかな？ここにティラミーゴ。で、こっち側にディノミーゴの顔を合体。よいしょ。あ、いけたいけた。はい。このようになりますね。あ、まあ、デカブツの顔が、まとまりましたね。よかったかもしれないです。はい。さっき外した、ミルニードルの尻尾ですね。これをここにつければ、よいしょ。いけるね。はい。左右対称になりますね。はい。パキガルーのバーニアをここにつけましょうか。後ろ向きの方がいいのかな。まあ、前を向けても別に、うん。まあ、これはこれでですね。はい。もう一個あったあった。はい。もう一個あったので、これをセット。はい。やばいっすね。足も腕も、そろそろもう耐えれなくなってきてますので、また後ろに逃げましょうか。バックパックにしましょう。だいぶですね、前にパーツをつけましたので、後ろがまだ余裕がありますね。ということで、ミルニードルのですね、この便利なやつですね。これを、ここにつけましょうか。こうすることで、ジョイントが増えますね。こっち側も、こうか。こっち向けに、つけまして、はい。いやー、ネプチューンの下半身、あと二つあったんですね。しまったな。これちょっと、ヘコがないんですよね、この、パーツって。全部、ここの凸と、あとは、まあ、こういうとこですよね。こういう凸しかなくてですね、ヘコパーツがないので、ここで使っとかないと、無理っぽいので、いきますね。向きが、いけるのかな、これ。これ逃がして、よっ。いけました。はい。このように、くっつきました。ただ、ここが当たってるんですよ。ちょっとこれ良くないですよね。どうしようかな。ここになんか、かませますか。ということで、これを、この辺を、かませば、はい。こうすることで、ヒレの干渉は、あ、大丈夫ですね。はい。このように、こっち向きダメか。こうですね。できます。こっち側も、
これをつけて、で、ネプチューンの、これですね。これを合体と。はい。うん、これででかいのは処理できたんですが、ジョイントが、減っちゃったかな。まあ、ここら辺をちょっとどう使うかですね、これから。じゃあですね、これを行きましょう。いける？あ、いけたいけた。うん、これともう一個あったよね。どこだ？あったあった、これか。はい。こうすることで、ジョイントが増やせたんですけど、あんまりまたつけるとですね、重いんですよね。しかもここ2個でしかくっついてないので、重いものは危険ですね。さて、どうしようかな。ここのジョイントに、これをこうつけるとですね、こんな感じになるんですよ。ちょっと高さが地面までが届かないので、なんかをかませることで、侍覇王的なですね、この、気持ち支える、尻尾パーツみたいな感じにちょっとしてみたいですね。てなわけで、どれがいいかなーって見たんですけど、アンキローゼの尻尾が2つあるんですよ。で、1個使っちゃうと、って思ったんですけど、これ2個くっつけると、ちょうどいけたり、こうして、これこうつけますよね。で、これをここに、ちょっとやっぱり、こうすればいいのか。ちょっと今映ってなかったかもしれないですね。近すぎて。今こういう風に、アンキローゼの尻尾2つと、ミルニードルじゃない、ディメボルケーノの背びれと尻尾が1個になってるんですけど、最初は、ここの下のジョイントにこうつけて、支えにしたかったなと思ったんですけど、2個つけると、長さがオーバーしたんですね。ただ、こことちょうど今、合いそうなので、ちょっとつけてみますね。つけますと、よ。はい、重くてダメでした。なので、どうしよう。これ取りましょうか。ネプチューンのさっきの、またこれは後で考えましょう。外して、軽くしますね。で、よ。で、さっきのこれですね。これを、ここにつけるとですね、今度は大丈夫かな。はい、このように合体できまして、でですね、気持ち浮いてます、ここ。ここ浮いてるんで、タイガランスのパーツをかませればちょうどかな。これを、よ、外して、ここにですね、このタイガランスのパーツをかませることで伸びますので、はい、ここでいけたら、お、いけましたね。これで、はい、支えができますね。これだけでも結構でかいかもしれないですね。バランスを取るのに。これでいってみましょう。と思ったんですが、やっぱりこれダメですね。先っちょが、まあ、軟質パーツであるせいでですね、ぐにゃってなっちゃうんで、そういうことなので変えます、考え方を。軟質パーツをやめますよね。で、ここのですね、モサレックスも取ります。で、もう僕はいいことを思いつきましたよ。このですね、行き場に困ったちゃんたちをですね、もういっそのこと、こうしてやろうということですよ。足に。します。これで超安定ですよね。もともと足なので立たせることができますので。で、こちらにですね、ネプチューン、さっき外したモサレックスの顔を合体させることで、はい、このようにですね、もともとネプチューンの形に戻ってきましたね。こうすることで、自立はバッチリでしょう。で、さらに、ここ、タイガランスの背中と、このジョイントを接続させるためにですね、一個だけ余ってた、こいつを使います。この L 字型ジョイントですね。これがついに役に立ちますね。ここに合体させることで、はい。ちょっと距離まだ足りないですけど、こういう風にできます。あとはここを、なんかのパーツで、つなげてやればですね、接続完了ですね。はい。じゃあまあ、二個余ってるんで、このキャノンパーツにしましょうかね。キャノンパーツを、ここにこうつけますよね。よいしょ。互い違いに付
けましょうか。こうしといて、こうすることで、高さ的にいいかな？どうかな？バッチリ？ちょっと長いかな？はい。ちょっと長いかなってなると、よいしょ。これを逆にしてみましょう。こうですね。こうすることで、あ、これでちょうどいいかな？よいしょ。おー、いいかな？うん、若干まだ長いかな？L 字の向きを元に戻して、これを一個取りますので、で、これ、宅急便の方が来てくれました。これを、こうしまして、で、これ便利ですね。高さを調整するのに。はい。タイガランスのこのパーツをつけると、あー、これも若干高いのかな。こうかな。こうすると、あ、これでいいのか。はい。よいしょ。はい。こうすることで、気持ちまだ高いですが、接続してます。はい。合体してることに、僕の中ではなります。これで。ということで、これでいきます。まぁ、ちょっと卑怯な手ですけどね。はい。で、ちょっと残念なのは、デカブス、5個顔が、一箇所に揃ってたんですけど、これをやるとですね、だいぶモサレックスの顔が下がっちゃうんですね。これちょっと悲しいですね。まあ、でも、この企画を成立させるためにですね、ここはこれで行きましょう。ちょっと作業しやすくするためにこれ取りますね。なかなかこれだと動かせなくて、で、これはこう、自立しますので、置いといて、後ろにですね、安定したバックパックができたので、ちょっと今重さがきついですね。この辺をちょっと外します。また形がガラッと変わっちゃいますね。タイガランスの、このパーツをこっから外して、はい、バックパックのですね、このモサレックスのこの横の足に、足の横に合体させると、バッチリですね。くっつけれますね。あ、これで余剰パーツ問題が解決できそうな気がしてきましたよ。はい、こうして、このちょっとバーニアも重くて、ちょっと、こう、これがへたってきてるので、変えましょうかね。外しましょう。これ取って、ちょっとへたりにくくするように、こう、上にしときましょうか。こっちはちょっとディメボルじゃない、ディノミーゴの顔に若干当たるんですけど、上げ切れば、はい、こんな感じですね。先ほど外したこの腕の横の部分もう一回つけたんですけど、やっぱこれちょっと重いんで、これやめましょう。ティラミーゴの尻尾からをやめて、反対側もこうなりますよね。よいしょ。タイガランスを外したここの代わりに、コブラーゴ行きましょうかね。コブラーゴ AB ちょうど1個ずつ引けたので、こっち向きでしかもうできないですね。これを合体。はい、いけますね。反対側は A ですね。コブラーゴ A を合体。これならだいぶタイガランスの足より軽いですから、腕の負荷が、あ、腕じゃない、足か。ここに繋がってるんですけど、足の負荷がまだいいですね、これで。はい。そして、コブラゴの尻尾はですね、3個ありますので、2つはここで戻しましょう。これで、使い切れますね。ここに1つと、こっち側にも1つですね。こうすることで、残りが1本。はい。いろいろありましたが、あとこんだけですね。いや、このバックパックは、余剰パーツを回すのに超優秀ですね。もうどうしようもならなそうなやつもつけてきましょうかね。この辺にこういうのをつけて、ここにアンキローゼをつけて、で、パキガルーのバーニアをここにつけましょうかね。ちょっとバックパックっぽさを出すために。はい、こうして、まあ、とりあえずあんまり深く考えずにですね、つけてきましょうかね。タイガランスの尻尾を、よいしょ。こっちにもつけまして、はい。ディメボルケーノの残り1個のボディはここ。で、ここのジョイントに、もうこれは使い道がなさそうなので、
まあ、顔につけても良かったんですけどね。まあ、ピンクリューソールが見えなくなっちゃうんで、まあ、マスクはやめましょうかね。ミルニードのここのジョイントなんですけど、ここの形もちょっとやっぱ他のと違うんですね。こういうのがくっつかないんですよ。なので、これちょっと外しますね。取って、ここが開きますので、この辺をもう処理しちゃいますか。後で使い物にならなそうなので。この向きだと、ちょっと当たるんで横にしますね。こうすれば、はい、どこにも干渉せずにですね、くっつきますので、そう、このパーツもね、やっぱりこうなるんですよね。はい、こっち側。まあでも、数的にはちょうどよかったかな。はい、つきました。はい、あちこち行って申し訳ないです。で、ここにですね、アンモナックルズを合体しまして、はい。で、持ち手を使ってネプチューンの尻尾ですね。これを持たせます。方がいいかな。よ。重いかな。大丈夫かな。大丈夫。はい、なんとかまだ大丈夫ですね。はい、これで、結構なパーツが処理できましたね。はい、あと見渡すと減ってきましたよ、パーツ。この後、シャインとシャドウが一個ずつ残ってたので、どっちが上にしようかな。金が目立つから。あ、でもシャイン1個で、あ、1個じゃない。シャドウが1個しかないですよね。なんでシャドウの方を上にしましょうかね。こうかな。こっち向きで、このようにして、で、先ほどのシャインとシャドウのやつをここにつけましょうかね。逆の腕はちょっともう、さっきネプチューンの尻尾を持たせたので、重さが怖いですよね。こっちならまだ、いけるかな。はい。はい、大丈夫ですね。さあ、あとはですね、まあ、見た目を重視しながら、余ってるやつをつけていきましょうかね。ここに、ミルニードルの尻尾で、はい、キャノン。で、今見たらですね、こっち側のここのジョイントは、このタイガランスの尻尾パーツのこの突起が、微妙にはみ出してるせいで、ガチッとくっつかないんですね。なので、で、かたやこっちはですね、この武器は干渉が出てないんですよ。まあ、なので、ここにトリケーンの尻尾をつけましょう。まあ、トリケーンの顔も近いので、ここに。合体と。今気づいたんですけど、これ、持ち手なんですね。いけるんですね、ここ、武器の持つの。なので、先ほどここにつけたアーモナックルとこの武器を外して、ここに持たせましょう。そっちの方がいいですね。はい、これはこっちで。で、こっち側なんですけど、コブラーゴの尻尾が一個余ってるんで、これにしましょう。シャインのこの武器でもいいんですけど、これはまだジョイントがあるんで、どっかにつけれそうですからね。これにすることで、おー、持ち手武器が処理完了ですね。ということはですよ。ということは、これを、こうした方が、いいのかな？タイガランスの武器を取って、そうするとここが復活します。で、こっち側、今外したここに、コブラーゴの尻尾を持たせれば、はい、いけますし、この下のジョイント、持ち手ですね。ジョイントじゃないな。で、ここにタイガランスのこれを持たせてやれば、あ、完璧？完璧っすね。これで、また、ジョイントも増えたし、OK。はい、ということなので、ここのミルニードルの尻尾を取りまして、こっち側にお引っ越しですね。これでバランスがまた、よし、取れます。これちょっと当たるな。干渉がちょっと発生したので、これの向きを変えましょうか。変えれば干渉が起きませんのでね。あ、バッチリバッチリ。オッケーオッケー。で、ここのジョイントに、じゃあシャドウの顔を合って、台と開けときますか。はい。さっき外したアーモナックルズは、こことここ、両方開いてるんですよ。で、見てみたら、まあ、ネジ穴が見えない側にしましょうかね。こっち側に合体してあげれば、はい、合体もできて、ネジ穴も見えないのでバッチリですね。もう一匹アーモナックルズ引きたかったですね。じゃあですね、ここの部分は、トゲパーツつけるのはもったいないかな。どうしよう。これにしましょう。ミルニードルのこのパーツをここに
パチッとつけて、で、反対側もですね、こっち側も、同じジョイントが開いているので、はい、これですね。これを、ここにパチッと、つけます。と思ったら、これ、突起があるからくっつかない。逆も一緒なんですよ。マジっすか。そうなると、まあ、こうするしかないですね。こうやってつければ、くっつくよね。はい。本当に絶妙にいろいろな部分が干渉したりしなかったりで合体ができたりできなかったりですね。そう、これ、そう、突起はこっちにあるんで、ここがいけるんですけど、こっち側は、まさかのこれ同じ形のパーツだったので、この突起を逃がすために下向きにしました。はい、これ以上ですね、この横にいろいろくっつけると重さが心配なので、一旦ここで、この辺の周りの合体はやめて、で、ここいけるかな、トリケーンの上に、この社員の武器を、あ、いけるいける、いけますね。合体して、はい。ここにミルニードルのトゲトゲパーツをくっつけましょうか。はい。はい、これで終わり。本体は。で、いや、タイガースの尻尾も4個あったんだ。ここにもう、じゃあ、行きましょう。あと2個あったんで、ここと、ここにつけて、はい。これは3つあるので、もうここにしましょうか。1個、バーニアの横に2個と、3個と。はい。今回は便利なドリルたちもですね、最後まで、はい。余りましたね。これはどっかに、あ、ここでいいか。この下の、ここにつけましょうか。はい。ドリルが2個余ってて、キャノンが1個余ってるんですよね。ドリルを2個これで使い切り、キャノンはここのアンキローゼのハンマーのこの逆側に入れることで、ちょうど、あれですかね、ストッパーみたいな。あ、いいね。いいよ。ちょうど、ここでこう、固定してくれる役目を果たしてくれますね。ああ、いいじゃないですか。すいません。ドリルがもう一個余ってました。ここにつけておきます。はい。バックパックと本体の背中ですね。タイガランスのこの部分を接続しまして、タイガランスのここにですね、ディメボル系のじゃない、ディノミーゴの尻尾を合体して、ミルニードルの胴体パーツですね。最後まで余っちゃったんですが、2個連ねまして、ここにセットして、ここのジョイントにティラミーゴの尻尾を合体。ほい！いや、今更でごめんなさい。ここをちょっとギリギリ重くてですね、すぐ、付け根が外れちゃうんですよ。なので、ちょっと軽くしますね。そのために、これ全部取ります。これだけにして、シャイン、シャドウのパーツを取って、で、これは元に戻して、シャドウの顔をここにつけます。トリケーンのやつですね。ここにつけて、よ、はい。で、開くと。先ほど外したシャインとシャドウの、この手裏剣をここにつけます。もうキング手裏剣人的に行きましょう。はい。はい、最後の仕上げにですね、ここに、ディノミーゴの尻尾。反対側に、ティラミーゴの尻尾を合体して、ででーん。完成、騎士竜王100だー。お疲れ様です、前田です。はい、皆さん改めましてありがとうございました。無事ですね、竜創造合体シリーズを100回、迎えることができました。多分ちゃんと数えたら100以上作ってると思うんですけど、なんか前半後半とか分けたりとかしてるんですけど、まあ、ちょっとですね、数をこう、ちゃんと数え出してからは、まあ、今回が100回目だったということなので、まあ、これで一旦ですね、100回の区切りをつけたいなと思います。はい。ということで、今回の企画はいかがだったでしょうかね。100個のパーツを使って、竜創造合体するというですね。はい。持ってるおもちゃをフルに使える企画だったんじゃないかなと思いますね。でもまだ残り75でしたっけ？余ってたので、全部くっつけようと思うと、ちょっと今日やった感じ無理ですね。
ティラミーゴのボディーパーツ1個に対して、今パーツ的にはバックパックがあるということを考えると、まあ、おそらく70とかぐらいくっついてるんでしょうね。そう、それで結構もう手もですね、足もですね、この元くっついてるところがポロッと取れちゃうんですよね、重くて。なので合体の仕方をもうちょっと工夫してやればもう10個ぐらいは合体できるかもしれないんですけど、うん、重さ的な問題があるので、ちょっとですね、全部使っての合体っていうのは考えないといけないですね。まあでもですね、100回記念無事迎えまして、はい、この企画もですね、95回目とか撮ってる時に、100回どうしようって思った時にパッと、割とすぐ思いついたので、うん、動画のですね、説明欄にも100回目は企画をやるので、こうご期待みたいなメッセージを入れ出したのが、それぐらいの時期だったと思うんですけど、まあなんとか、無事に、企画達成できてよかったなぁと思いますね。はい。いや、本当にですね、100回目まで行けた動画のシリーズ、流送動画あったりなんですけど、本当に皆さんがですね、いっぱいアイデアを送ってくださるおかげなんですよ。多分100個とかのうちで僕が考えて作ったのって数えてないですけど、多分20個ぐらいしかないかもしれないですね。もっと少ないかも。知れないですね。本当に、たくさんの方がですね、いろいろなアイデアを送ってくださるんですよ。本当に一人の方が、5個6個と送ってくださる状況も本当にあって、ありがたい話ですね。なかなか映像化できなくて申し訳ないなと思っては普段いるんですよね。まあちょっとですね、ゆっくり順番に作ってはいってるんですけど、結構最近はゴセージャーの動画に力を入れたりとか、あとはですね、かなり時間がかかる、ゼロワンの再現ですね。あの動画作るのにかなり時間かかってるので、はい、まあ、時間を見つけて流送動画合体の動画を作るんですけど、とりあえず100回記念の今回の企画も、時間的にはですね、撮影に多分4時間半ぐらいかかりましたね。まあ、このトークを今、撮ってる時間を、今パッと見たんですけどね、何時か。午前中から作ってて、今もう1時40分、昼の1時40分なんですよ。ご飯を食べずにぶっ続けて撮ってるんですけど、結構4時間半ぐらい、かかりましたね。まあ、考える時間も含めて結構かかっちゃいましたが、まあ、でも、そのおかげでですね、いいものができたなと。いうことで満足はしておりますね。はい。なので、まあ、これがアップされてるってことは編集も終わってるんですけど、実際の僕はですね、この時間帯は、これから昼ご飯を食べて、で、動画を編集して、100回記念の動画を皆さんにお送りするということになるわけですね。はい。いや、本当にありがとうございます、皆さん。100回記念迎えたので、まあ、動画の中でですね、流送レッドが言ってましたけど、まあ、この際200回を目指そうと。いうことでですね、いただいてるアイデアでまだ映像化してないのを全部合わせたら多分ですけど、200回いけちゃうんじゃないかぐらいの数あるんですよ、本当に。まあ、なので、一個ずつ映像化してですね、また着実に200に届くように頑張っていきたいなとは思いますね。本編の方はピータン出てきましたので、はい。最後の騎士竜がちょっとわかんないですけど、翼竜王が出ますので、まあ、それに絡んだ竜創造合体もまた、やりたいなとは思ってますね。まあ、その前にコスモラプターのやつも作らないかんですね。まあ、ファイブナイツとか、ネプチューン絡みのやつは大体やってきたので、あとはコスモラプターとか、あとは、パキガルーも、ちょっと作ったかな。そう、その、上ですね、翼竜王が出てくるので、また、竜創造合体の幅も広がりますし、はい、見ていただいている方もですね、まあ、僕の動画を見て、竜創造合体を楽しんでくれてるっていうコメントもいっぱいいただけて、非常に嬉しいんですよ。で、中にはですね、僕の動画が好きで、お父さんかお母さんにですね、前田に動画送って、と、竜創造合体したから送ってくださいって言ってるお子さんも、いらっしゃるみたいで、いや、本当に嬉しい限りですね。まあ、こんな僕みたいなですね、チャンネル、
あの、運営者にですね、はい、動画を送ってくれて、親に頼んでくれるという、まあ、素晴らしいお子さんたちもいっぱいいるということで、はい、まあそんな子たちのためにもですね、これから竜創造合体も含めて、はい、戦隊の動画とか、仮面ライダーの動画とかですね、頑張って作っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、これからも本当に末永くですね、よろしくお願いします。ということで、今回は100回記念締めたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。前田でした。お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や、視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとして、シナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは、一つずつ、まさとし前田がチェックしております。この夏から、俺も加わったぜ。2019年7月現在、ティラミーゴ3体、トリケーン4体、アンキローゼ4体、タイガランス4体、ミルニードル4体、ディメボルケーノ4体、モサレックス2体、前田の家にいっぱいいます。おもちゃ屋さんか！今では毎日のように視聴者の皆さんがアイデアを送ってくださいます。そのおかげで次々と新しい竜創造合体ができてるぜ。送っていただいたアイデアが採用された方は動画内で発表。お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜王をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、まさとし前田の力を、一つに合わせ、ドルイドンもびっくりするような、竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。竜ソウルのことも忘れないでね。騎士竜が増えるたびに増えてます。いやー、シンプルに三体合体とか、騎士竜王をいじったりとか、スリーナイツのバージョン違いとか、ファイブナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。まさとし前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在竜創造合体の応募フォームには、写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。おお、M 字だ。なんとギガント騎士竜王っていう名前が被ったんだよね。アバレンジャー先輩とコラボしたり、騎士竜王なしの合体とか、違うパターンのファイブナイツ、そして季節外れのクリスマス、ディメボルケーノも登場しての6体合体や、こんなめちゃくちゃな合体みたいなこともやったね。トリケーン4つとか、ドリルいっぱいとか、これはかっこいいね。ディメボルケーノのパーツは映える。おお、すごい。いや、でっかい武器かっこいいね。ミルニードルも4つ合体するとかっこいい。とにかくいろいろな竜創造合体をやってきたけど、すごく毎回楽しい作品ばっかりだったね。お、ついにゴールド登場？これも奇抜だなぁ。またアバレンジャーやったり。モサレックス登場で、竜創造合体の遊びも広がってきたぜ。
燃えてきたー。カナロ、それ戦隊が違うわ。ミニプレイヤーガシャポンでの応募も待ってるよ。そしてこの間からやってみた新企画、竜創造竜創造合体のアイデアもよかったら送ってください。この企画は今までの竜創造合体とは違って、ある程度縛りのある状態からスタートする竜創造合体だ。例えばだけど、騎士竜を3ナイツに他の騎士竜の尻尾パーツを全部つけてくださいとか、騎士竜を5ナイツにした時の余剰パーツだけ、騎士竜陣につけてくださいとか、そんな感じかな。とにかく最初からある程度何か制限されてる状態でスタートする竜創造合体ということだね。詳しくはこちらの動画を見ていただくと分かりやすいかもしれません。よろしく。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメントお待ちしております。前のやついっぱい使い回してごめんちゃ。よろしくお願いします。前田でした。